こんにちは、池田しおりです。今日は、普段私が美容室でお客様にお伝えしているコテの巻き方をやっていきたいと思います。基本的なコテの持ち方とか、コテの入れ方とかをやってこと細かくやっていきたいと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。まず人差し指と中指をこの挟むレバーのところに持って、あとの3本を3本で握ります。髪の毛を後ろで半分に分けて、毛量にもよるんですが、多い方でだいたい4等分ぐらい、少ない方だと3等分ぐらいに分けて巻いていきます。もし髪の毛にツヤがなかったりとかパサついてる方がいたら、まずコテを 2,3 回滑らしてあげると髪にツヤが出てくれます。先ほどと同じ持ち方をして、髪の毛のだいたい中間ぐらいからコテを挟んで、縁に自分の方に来るようにコテをくるくる回していきます。反対の手はここを握ってあげて、ここでカチャカチャカチャと動かしながら毛先の先まで滑らせてあげて離します。大体このぐらいのカール感が出てくれます。次に2つ目の毛束も同様に2回ぐらいコテを通して、中間から髪の毛を挟んで、自分の方に来るようにコテを入れて、反対の手をここで持ってくるくるくるっと毛先まで挟んでいきます。するとこんな感じでカールがついてくれます。後ろの髪の毛は、コテを通すとちょっと危なかったりとか、やけどのリスクも高いので、前から見えたここの範囲、毛先の部分を中心に巻いていきます。同じように毛先をくるっと内に入れて離します。するとこのようなカールがついてくれます。はい、一番最後の毛束もぐいっと前に持ってきて、こちらも巻いた時に見える毛先の部分だけを巻いていきます。コテを 2,3 回滑らして内巻き、自分の方に来るように巻いていきます。次に反対側も同様に巻いていきます。私は右利きなので右手でコテを持って巻いていきます。さっきこのようにハの字で入れたので、反対もハの字になるように巻いていきます。まずツヤを出すために何度か滑らせます。その時はあまりハの字を気にせずに、入れやすい方でコテを滑らせていきます。で、中間から同じように挟んで、自分の顔の方にくる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 巻いていきます。毛先まで挟んだら離してあげると、このぐらいのカールができます。同じように、反対と同じようにハの字にと入れるコテを入れることによって、下ろした時に左右のバランスが綺麗に取れやすいです。全部巻けたら軽く手ぐしでほぐしていきます。オジオットのボタニカルピッチオイルスプレーを使います。全体的にスプレーをつけます。
しで全体にオイルをなじませたら完成です。はい、こんな感じでやってみました。基本的な内巻きのやり方で、入れる角度とかコテの持ち方を、やってみました。この機会にぜひ皆さんやってみてください。さよなら。よく失敗しちゃう人でコテをこうガシャンと入れちゃって、このここの跡がついちゃう人が多いと思うんですけど、こんな感じで線がグッて入ってしまう方、そういう方はしっかりとこのここの丸みに沿って内に入れてあげると絶対跡はつかないので、それだけ意識してやってみてください。